はい。三福士士資格合格チャンネルです。師の通ちゃんです。今日もよろしくお願いします。保育士試験合格講座の18回目となります。聞き流し独学テキストです。教育原理編、日本の教育制度について今日はやっていきたいと思います。保育士試験合格講座の18、教育原理編、日本の教育制度です。1番です。1872年、明治5年、何が交付され、 国民改革を胸とする近代日本の教育制度が始まったでしょうか学生ですね。学生が始まって国民改革を胸とする教育制度が始まったということですね。では、1879年、明治12年に何が交付され、教育の権限は地方に移譲されていったでしょうか教育令ですね。 1879年に教育令が交付されて、教育の権限は地方に移住、あ、移常ですね。移常されていったとなります。2番です。1890年、明治23年、国民に道徳と教育の規範を示す何が発せられたでしょうか教育に関する直後、教育直後ですね。 えー、教育に関する直後、教育直後が、えー、1890年に発布ですね。これは明治天皇が発布です。これも押さえておいてください。では、1941年、昭和16年、国家主義的な教育が進められるようになり、小学校を国民学校に改める何が交付されたでしょうか国民学校令となります。 3番です。学生では全国をどういった区に分けようとしたでしょうか大学区、中学区、小学区、この3つの区に学生では、えー、分けようとしたですね。これちょっと押さえておいてくださいね。ただですね、しかし、社会変化に対応できずどうなったでしょうか 教育令交付とともに廃止されたんですね。この流れを覚えておいてください。学生では大学区、中学区、小学区という区分に全国を区分けしようとしたんですが、社会変化に対応できず、教育令交付とともに廃止となったんですね。これを押さえておいてください。4番です。教育令では地方の実情を重視した内容となっており、 どこの国の教育制度を規範としているでしょうかアメリカですね。教育例はアメリカの教育制度を規範です。では、教育に関する直後、教育直後では、全文315字と短いもので、中訓愛国を解いており、戦後どうなったでしょうか ?1948 年、昭和23年、国会で執行となりました。 教育直後は、戦後ですね。執行となっています。これも押さえておいてくださいね。5番です。教育制度の流れについて、ちょっとわかりやすいように表を作っています。左がですね、あの、年号ですね。年号と、まあ、年代ですね。で、右が重要事項、何がされたかということを、あの、書いております。 えーまあ、簡単に上から行きますね。1871年、明治4年に文部省を設置されています。で、1872年、明治5年に学生ですね、ができていると。で、学生のポイントは国民改革の理念となっています。1879年、明治12年に教育令が交付ですね。教育の権限を地方に移譲ですね、教育令はポイントがそれとなります。 1880年、明治13年、改正教育令。1889年、明治22年、大日本帝国憲法が発布。1890年、明治23年、教育に関する直後、教育直後が発布。1937年、昭和12年、教育審議会を設置。1941年、昭和16年、国民学校令。ですね。 これがあ交付されたということですね。戦時体制への対応となっております。で、最後。1945年、昭和20年に第2次世界大戦が終戦ということになりますね。この赤字で、えー、書いてあるところですね。学生、教育例、教育に関する直後、国民学校例、このあたりは、えー、年号、年代覚えておいてください。6番です。戦後の教育制度。 についてです。占領軍は教育改革を重視し、何を作ったでしょうか六三制の義務教育機関を作ったんですね。これが占領軍がやったこととなります。六三制、わかりますね。今もそうですが、小学校が1年から6年、6年もまでの6年制。で、六三制の3は、 中学校ですね。中学校は1,2,3年の3年なんで、6、3世の義務教育機関を占領軍が教育改革を重視し作ったとなります。では、1947年、昭和22年に施行された日本国憲法で歌われた教育に関する条文を2つ答えましょう。第23条、学問の自由と、 第26条、教育を受ける権利と教育を受けさせる義務ですね。これが日本国憲法で歌われた教育に関する条文の2つとなりますね。この23条と26条、ポイントです。覚えておいてください。7番です。1948年、昭和23年、学校教育法を踏まえ、幼児教育の基礎として何が制定されたでしょうか 保育要領ですね。これもかなり前からやってますがね、えー、基本中の基本です。覚えておいてください。では、1956年、昭和31年、より精緻な教育規範として何が制定されたでしょうか幼稚園、教育要領ですね。これも基本ですね。覚えておいてください。8番です。 幼稚園はどこが所管しているでしょうかちょっと基本的なことを問う問題ですが、どうでしょう文部科学省です。幼稚園は文部科学省が所管。では、保育所はどこが所管しているでしょうか厚生労働省ですね。では、養保連携型認定子ども園はどこが所管しているでしょうか内閣府。 なんですね。これ、あの、分かってるようでわかってない方多いと思います。押さえておいてください。要保連携型認定子ども園は内閣府が所管です。9番です。要保連携型認定子ども園はどこが条例で認定内容を定めているでしょうか都道府県となります。では、子ども園は小学校との連携や何を促す役割、 を果たしているでしょうか小学校へのスムーズな進学及び学習移行を促しているとなります10番です道徳教育について近年日本では何が憂慮されているでしょうか道徳心の低下が憂慮されているとなりますでは どのような規範意識等の道徳性を身につけることが重視されているでしょうか三つ答えましょう。一つが生命を大切にする心。二つ目が他人を思いやる心。で、三つ目が善悪の判断。 ですね。この3つの道徳性を身につけることが今現在ですね、えー、重視されているとなりますね。ちょっと押さえておいてくださいね。11番です。規範意識等の道徳性を身につけることを重視して、2018年、平成30年4月から何が小学校に設定されているでしょうか。特別の教科、道徳が小学校に設定されております。 では、この特別の教科道徳では何に重点が置かれているでしょうか道徳への施策を深めることに重点を置かれているんですね。これもですね、押さえておいてください。割と最近のことなんでね。12番です。文部科学大臣の諮問機関で1952年、昭和27年に設置されたのは何でしょうか 中央教育審議会となります。では、その中央教育審議会は、近年どういった内容の施策を提起することで注目を集めているでしょうか二つ答えましょう。道徳の教科化,化とですね、学校における働き方改革ですね、教師の過重労働改革とも言いますが、この二つ を提起することで近年ですね、中央教育審議会は注目を集めているとなります。この二つですね、結構、えー、ポイントとなってよく試験にも出やすいとなってますのでね、押さえておいてください。13番です。中央教育審議会の平成28年度答申。幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について、 では、一人一人の教育的ニーズに応じて何を求めたでしょうか二つ答えましょう。個別の教育支援計画や、個別の指導計画ですね。この二つがですね、平成28年度当申で、えー、求められたとなります。結構重要なポイントになります。個別の教育支援計画と個別の指導計画、 ですね。まあ、個別のというところがポイントとなっております支援計画と指導計画2つとも個別のがついておりますんでね、これも覚えておいてください14番です第3期教育振興基本計画概要では2030年令和12年以降の何の変化や動向を注目するとしているでしょうか3つ答えましょう1つが 社会状況の変化。二つ目が教育をめぐる状況変化。三つ目が教育をめぐる国際的な政策の動向ですね。これがですね、えー、第三期教育振興基本計画で2030年以降に、まあ、注目をすることの三つとなりますね。これもですね、ちょっと頭に入れといてください。15番です。 社会状況の変化では具体的に何についての課題があるでしょうか ?5 つ答えましょう。人口減少、高齢化、技術革新、グローバル化、子供の貧困、地域間格差等となっております。こういったですね、この5つのことが社会状況の変化では まあ将来的にはというかまあ今でもそうですが課題となってきております。16番です。教育をめぐる状況変化では具体的にどんな課題があるでしょうか ?4 つ答えましょう。子供や若者の学習、生活面の課題。地域や家庭の状況変化。教師の負担。 高等教育の質、保障等となっております。この4つが教育をめぐる状況変化の課題となりますね。えー、教師の負担であったり、まあ地域や家庭の状況変化などはもう今ももうすでに言われておりますがね。えー、この4つもですね、ちょっと押さえておいてください。17番です。文部科学省は人々が生涯いつでも自由に 学習機会を選択し学ぶことができ、その成果が適切に評価される社会として、何という概念を定義しているでしょうか障害学習社会の概念を定義ですね。これですね、最近よく言われている言葉でもあります。文部科学省がですね、もう定義づけしてるんですね。ですから、この障害学習社会の概念を定義、必ず覚えておいてください。 18番です。障害学習の進行において、どのような取り組みを行うとされているでしょうか ?4 つ答えましょう。はい、1つが、多様な学習機会の提供。2つ目が、学習成果の評価、活用。3つ目が、普及啓発から学習成果の活用へ。4つ目が、 社会人の学び直し、産学連携による職業教育プログラムの開発実施ですね。この4つがですね、障害学習の振興において取り組みを行うとされるものとなります。えー、まあ、あのー、この通りなんですけれども、多様な学習機会の提供であったり、その成果ですね、学習成果の評価の活用や、えー、その学習成果の活用をこう普及、啓発していくということ、 そしてですね、産学連携による職業教育プログラムの開発実施までですね、えー、見据えて取り組みを行おうと政府はしているんですね。これも押さえておいてください。はい、今回ですね、教育原理の科目の日本の教育制度について一問一答を作っています。えー、日本の教育制度の歴史ですね、まあ変遷であったり、えー、現在の教育行政の内容、 そして今後の教育における課題等をですねえ、解説しております。ギュギュッとコンパクトにまとめているんですが、今一問一答としてわかりやすく作っていますのでね、え今日の動画を見て聞いて何度もあの学んでいただくことで、今現在のと、まあ昔からのですね、流れと今現在のえ教育行政の内容、そして今後の課題は結構わかるんじゃないかと思います。試験対策にもバッチリ役立ててください。 聞き流しながら聞きで OK ですのでね、何度も何度も見て聞いて覚えてください。聞き流しながら聞きで本当に OK ですのでね、記憶に焼き付けて試験に役立ててください。はい、えー、保育士試験の合格講座まだまだ続けていきますのでよろしくお願いします。以上です。